はい。では、この間はね、尿糖を説明したんですけど、今日は尿検査の中で一番ね、騒がれる尿タンパクについて話していきますね。はい。尿糖の場合は、まず、この間ね、こうやって言ったけど、そもそも尿に含まれて出てきちゃったら、アウト。って言ってたんだけど、漏れ出ちゃったみたいな、尿タンパクは健康な人でも多少出ることあります、はい、そしてここで問題になるのは大量に出ちゃった場合に問題になるんですね、で健康な人も多少出ることがある場合でもやっぱりちょっとそれは異常がちょっとあって、でもそれ生理的タンパク尿って言って、病気とは区別されるものに分類されます、で、もし腎臓さんがちゃんと機能してくれていれば、漏れ出すことはほとんどないんですけど、ちょっと構造とかね、腎臓の構造とかもちょっと話していこうと思うんですけども、そもそも腎臓さんね、どこにあるのって分かる人、一番簡単に分かるのは、目安、なんかこう、手を後ろに回して、なんかこう、届くあたりみたいなイメージですけど、それもね、ありですよね。腰の前で、ちょっと上の方、腰の筋肉の前にありますよね。前って言うと腹側？でも腎臓さん。背中側ですよ。お腹という意味の背中側ですね。そうだね。肝臓さんとか胃とかがお腹側についてて、後ろ側なので、一応筋肉はそのさらに後ろですよね。そうだね。それはある。こう肘をこう曲げた時に、大体人って肋骨のちょい下あたりに。来るんだけど、その肋骨のちょっとだけ腎臓さんは隠れるんですね、肋骨に。で、大きさは拳台ぐらいなんで、ちっちゃいよね。そうだから手を後ろに当てた時にこうになるから、こんな感じでくっついてるぞと。なるほどね。で、両方こうくっついてるぞと。そうだよね。で、腎臓さんはこんな空豆みたいな形をしていて、で、副腎っていうのはここにちょこんってくっついて、主にここで機能しているのはこの空豆部分のところの話をしているんだけど、尿糖の場合もそうだけど空豆部分のところで、糖の部分とあとタンパクっていうこの栄養素ですよね、栄養素を再吸収して再利用して体に戻してあげてるんだけど、その機能がうまくいってないと漏れ出しちゃうんですね、でさらにここちょっと絵をぐちゃぐちゃぐちゃって書いてあったけどさ、これはその吸収するにあたって、毛細血管が糸のようにぐる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 ってこんな状態でぐるぐるぐるって毛糸みたいになってて、これがこういう袋状になってて、でこうやって出てるわけね。でここ管がこうなってて、これ傲慢のこれ糸って書く糸球体っていうんだけど、糸だよね。血管の毛糸が袋に入った状態で守られつつ、こうなってる。で、よく作ったね。てるてる坊主みたいなね。で、こうやって管になって、こうやって腎臓の周りにいっぱいこんなんがついてんだけど、これの数が相当いっぱいあって、何個って言われてたっけ ?5000? あ、1万あ、違う、もっと体はね、中ってね、すごいよく言うよね。重毛はテニスコート1面分とかね。
とにかく大きい数ですね、うん、でですね、ここで要は血管の中に、栄養分を再吸収させて、うん、体に戻すのと、うん、ここにもういりませんっていうのをこの袋の中にじわじわってこう出して、うん、ここが大元の原尿って言われてる尿がこうやってダダダダダダダってツツツツツツってつながって出されて、うん、まあここの腎臓のあたりに、うん、溜められて、で、うん、尿管を通って膀胱に溜められて尿として出てくるわけ、うん、これが老廃物を出していくわけだけ ど、ね、腎臓さんはものすごいろ過をしてくれるんですね、うん、これでね、うんうん、でだから普通はこうタンパクとかも再利用できるはずの栄養素なんだけど、うん、でもタンパクも使い古したら老廃物になるから、うん、いずれ出すんですけど、うんうん、その出し方がタンパクという形ではなくって分解された形で出てくるはずなのに、うん、これがタンパクとして出てきてしまうと、うん、あれって差し切れてませんよねってなりますね。で、じゃあその正常な健康な人でも出てきてしまう時ってどんな時なのっていうと、うん、これね、生理的タンパク尿ってやつは、うん、これです。はい、はい、激しい運動をした時、うん、それから激しい疲労があった時、うん、まあここセットだったりしますよね。激しい運動の後疲労したりしますので、まあ、運動はしてなくても疲労感がものすごい時とかね、うん、重労働とかもそうだけど、うん、で、あと寒すぎても、うん、なるほど、きついストレスがかかります。それもある意味ね、その筋肉が震えるとかね、うん、関係してるかもしれないですね。運動に入るかもしれません ね、うん、そして強度のストレス、これはだから環境のストレスが強いと、うん、まあ、寒さのっていう環境ストレスっていうのもあるし、うん、あと精神的なストレスっていうのも入ってくるし、うん、でこっち今度下の方に行くと精神的な興奮って書いてありますけど、うん、まあすごいムカつくことがあったり怒ることがあったり、うんうん、気持ちがこう揺らぐ、情緒不安定になってしまったりとか、まあ、とにかく強烈な、かなり過剰なことが起きると、うん、出てきてしまうんだけど、タンパク尿として、うん、食事でもやはり大量の肉類とか高タンパクなものを食べ続けるとか、うん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 、そういう食後の後に検査をすると出てきてしまう、うん、まあ腰切れてなくてなるほどね、うんうん、それは分かりやすいね、うん、でまあこうになった場合は、まあ、再検査をします。ここの辺を整えて、まずこういう状況じゃない日に検査しましょうっていうのがありますね、はい、うん、でもしその再検査でも基準値を超えてしまったら、うん、それは腎臓の障害がちょっとあるかもしれないと疑われるんですけど、うんうん、もしそれが基準値以下であればその腎機能の障害はないでしょうと見てよい、うんうん、だから腎臓のこの尿タンパクだけは、うん、もし異常値が出たら再検査を必ずします、うん、じゃあその異常値ってどれくらいっていう話ね、うん、これどんどん上に行くけどいい？ OK OK、はい、うん、基準値はまず検査方法として、うん、このタンパクが出たか出てないかの検査は定性検査で、出てないっていう陰性が出れば OK、うん、もし出ちゃったってなったら異常、うんうん、そして定量検査っていうのもあって、うん、もし 100mg、うん、1日に、うん、それ以上出てると異常、うん、それ以下だったらまあいいでしょう、うんうんうん、100mg ね、ここ単位ね、うんうん、ところがその腎臓のその一番障害として起こりやすいのがこのネフローゼ症候群っていうのがあって、うん、じゃあここの部分ですね、これ、うんうん、この部分
ね、まとめてネフローゼ、ね、ちゃんじゃね、なんだっけ、ネフローゼじゃなくって、え、ボーマンじゃなくて、これは本を見て確認しよう、うん、ネフロン、確かネフロン、あ、そういう言い方なんだ、うん、これテフロンみたいな、テフ、そう、ネフロンネフロンの部分が、うん、うまく機能してない、はいはい、とこの値が、35g、うんうんうん、1日に、うん、それ以上出ちゃうこともあるという、はいはいはい、いって思うよね、これ体が違う、体にこれを直すと 35g をミリグラムに直すと3万5000円ですね、相当やばくない、その数値、まあやばいそしたら完全にもう異常ってわかるんだけど、うんうん、ただやはりこの尿タンパクが出たその値だけでは、うん、たくさんちょっと考えられる病気があるので、うん、やはり今度は精密検査をしなければならなくなります、うん、で興味深いのは、うん、そういう重病なところもあるけど、うんうん、これね、金属中毒症とか、うん、その水銀中毒とか鉛中毒とかそういったところでも尿タンパクが出る、うん、あとは膠原病とか妊娠中毒症とかも考えられて、もし妊娠中に尿タンパクが出ちゃったら、うん、これ早産とか流産を引き起こしやすくなるので、早急な治療が必要になってくる、まあ、お医者さんに相談した方がいいんですけど、うん、特に治療が必要ないものもあります、うん、一度ここの検査で、異常が出たら、うん、再検査をするんだけど、うん、再検査で異常値がもし出たら精密検査をするんだけど、うん、それでももし異常だとしても、うん、特に治療の必要がないものもあります、うん、それはこの主に2つなんだけど、うん、熱性タンパク尿と起立性タンパク尿など、うん、まあ高熱出した時とかは出やすくなるかな、うん、こっちは男性ですよね、特に、うん、検査日の前、うん、前夜、うん、夜に、うん、それは、うん、その本に書いてあったんだけど、うんうんうん、検査を受ける前の注意としてね、うん、精子が検査値に影響を与えることがあるので、うん、尿検査前後の性交は避けるようにしましょうと、うん、いうことで、うん、まあパートナーがいてもいなくても男性の場合は出しちゃダメですね、うんうん、検査を受けるときにね、で、うん、女性の場合は生理中は、うんうん、検査をなるべく控えましょうと、へー、でもし生理中の場合は必ずそのことを医者に告げましょうと、うん、書いてあります。そうなんだ、まあ、血が混ざるとありえますよね、まあそれは分かりますね、うん、まあ精神もね、タンパク源ですからね、そうですね、というわけで、まあ、まあ1回異常値が出た時にそういうことがありえるから再検査して、うんうんうん、まあ、そこで要は再検査して異常値が出なければ、うんうんうん、まあ OK、なるほどね、でももしそこで異常が出ちゃったら、うん、え、またお前って言われるか、またま、おとなしくしてろって言われるかちょっと腎臓とか尿路系の病かなって疑われて、うん、精密検査をしたらやっぱりそうでしたと診断された場合、うん、そしたらもう安静第一になるんですけど、うん、ね、まあ本にはねこんな風に書いてあって、うん、まあ、栄養バランスのいい食事をとりましょうとかね抽象度だけなそう、塩分、タンパク質の1日の摂取量を厳重に守りましょうとか、うん、あと体重血圧を適正に保つとか、うん、処方された薬をちゃんと服用してくださいとかっていうふうに言われてるわけですけども、うん、まあね、
食事の療法っていうのはいろいろあって何がいいかよくわからないっていう部分もあるんだけども、うん、とにかくでもタンパク尿が出ちゃってるって場合はね、そのストレスがものすごいかかってる場合もあるので、うん、何よりもだから安静第一で、あ、うん、まああとはその肥満とか治せば、うん、そこも大丈夫になるし、うん、うん、そっか、ごめん、また一回止めていい、うん、はい、では、うん、あのお家でドッグは、うん、あのどっちの検査だったかっていうと、うん、こっちの定性検査の方でした。タンパクが出てるか出てないかっていうやつで、うん、黒羽さん、はい、尿タンパクは陰性、出てませんでした。あるねそして私も出てませんでしたので、ここは大丈夫そうですね。なるほど。ということで、でね、これちょっと私の過敏症の話につながるんですけど、うん、実は2019年にいた環境がものすごい劣悪で、うん、そこの、その時、四方八方こうあの給湯器に囲まれたお家で、うん、全然眠れなかったんですよ、うんうんうん、ほんと睡眠障害を起こしてて、うん、これは低周波症候群なんですけど、うん、で日中は工事をやっていて、で真隣3メーターしか離れてないお宅のお家が24時間換気扇ずっと回しっぱなしで、キッチンの、ああ、たまにそういうところあるよな。ほんときつくてね。うん、で、それは自動でその給湯器が冬になるとスイッチが入って、うん、凍結防止ヒーターが入っちゃって、あ、夜中1時2時とかにブーンって何台だよっていう。なるほどね。3、4、5、6、6台が一斉にバーって鳴り出すんですよね、うん、なるほど。で全部その給湯器をうちに向いてた。あ、それで、その時に睡眠障害を起こしてる上にそのずっと強烈なストレス下だったので、うん、こうすごいこうはっきりとした証拠がこれ取れたんですよ、うんうん、っていうのもその時に、自分が何が起きてるか分かんなかったんで、うん、精密検査というかね、検査を受けたかったんですけど、うん、そもそも病院に行けるような状況でもなくて、うん、電磁波過敏を起こしてたから人が持ってくる携帯でさえもう動悸はするし、うん、めまいはするし、よたつくで、うん、でもどうしようもなかったんだけど、何かこう検査値で自分でね、お家で検査して、うん、何かわからないかと思った時に、その尿検査の試薬って市販で売ってるでしょ、うん、まあ、それを買ってやってみたんですね、うん、そしたらほぼ毎日のようにプラス陽性が出ちゃったんですよ、うん、で尿糖は出てなかったんですけど尿タンパクだけが出てた。嘘と思って、なんでなんでなんでと思って、うん、あの食べてるものはね、ちょっと糖質が多かったから、うん、尿糖の方が出るだろうってちょっと私は思ったんですけど、尿検査の場合は、うん、ところがその食べてるものもさ、タンパク質も取れてなかったわけで、うん、確かにそうだよね。その時本当食べ物がなくって干し芋ばっか食べてたから、うん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 、でなぜ干し芋かっていうと、その買いに行けた場所がね、そのカインズホームっていうホームセンターしかなくて、近くにほぼ、うんうんうん、すぐに行けるようなところが、うん、売ってるものってそんな乾物とかしかなくて、うんうんうん、野菜もね売ってはいたんだけど、うん、まあそこでしなびた野菜買って食べてたりもしたけどさ、うんうん、でもこうやってはっきりとそのストレス下でこのタンパクが出てるっていうのがはっきり出てて、これ再検査しないとまずいよちゃんとって思ったんですね、うん、あの全身性のエリトマ…いい噛んじゃった、うん、まあなんだっけあれ、エリテマト等です、です、な、あ、わかんないごめん、ちょっと私もちゃんと言えてないんだけど、うん、まあ、そっちのなんか疑いも
なんか自分の中であって、うん、泌尿器科に行ったんです、うん、すごい勇気を振り絞って、うん、もうフラフラになりながら、うん、でそこの泌尿器科で尿検査したら、うん、タンパク出てなかった。へえ、どういうこと？ってその時わからなかったの、うん、で出てませんよって言われて、これはねまずそもそも自分で測定したのは朝一の尿だったんですね、うん、で泌尿器科に行ったらまあそれもお昼ぐらいだったんですけど、うん、まあ、何度か尿出してる尿だったんですよね。なのでまあその家の現場を離れたことで、うん、多少のストレスがもしかしたら軽減したのかもしれません、うん、かなり苦しかったけども、うん、でさっきもちょっと話したけど、うん、健康な場合でも尿タンパク出ることあるよ、うんうんうん、まさに強度のストレスがかかった時に出るタイプの生理的タンパク尿だったんじゃないかと、その時はね、うんうんうん、私はそういうふうに自分で分析している。なるほど。で今回私また出てなかったんですね、うんうんうん、でこのお家では一応睡眠が取れてるんですよ、うんうんうん、で睡眠が取れてる朝一尿で検査して、うん、お家でドッグの場合は陰性だった、うんうん、でこの陽性が出た時は、うん、かなりのストレスで全然眠れてない毎日の朝一尿だった、うん、なるほどね。そうこれはやっぱり低周波音の健康被害として私は証拠が出せると思ってます、うん、なるほどね、うん、そういうことか。しかももう一つ証拠があってね、うん、ここにはちょっと持ってこん用意してないんだけど、うん、安眠チェッカーっていう、こう手のひらにシール貼って、ね、そのどれくらい自分が熟睡してるかっていうのが調べられるやつがあるんですけど、うん、それが振り切れてるんですよ。もうああ、振り切れてるってことはメモリが振り切れてる、うん、眠れてないってこと？そう、熟睡できてないの、うん、あそこでも眠れてませんっていうのが証拠として出せる、うんうん、その時の環境はね、うん、でも今は連続まあ 4,5 時間は寝れるので、うんうん、本当その強度じゃないよね。もうだってこのタンパク尿が出ちゃった時の環境で睡眠時間って連続2時間なかったんです、私。なるほどね。うん。きついね。きつい。連続3時間寝れたら奇跡ぐらいな感じだったんですね。そうか。いまだにここのお家でも夜中の航空機の音で目覚めることはあるんですけど、まあ、それでも時間帯がうまくこう、うん、航空機が通ってなくてとか、うん、かなり高高度を飛んでくれててとか、うん、天気の関係で雨でとか、そういう日っていうのは結構熟睡できてたりするんですよね、うんうん、なるほどね。そんなわけでごめんなさいね、なんか途切れ途切れになっちゃったけど、うん、一応尿検査に関してはこれで説明を終わりにしようと思うんだけども。なるほど、わかりました、うん、ありがとうございます。はい、ねちょっとこの子宮体の糸で説明したけど、うんうん、この毛細血管の毛玉状態のやつが腎臓の中にいくつあるかっていう話ね、うんうん、これ約100万個でしたよ。すごい量ですよね。すごいですね、うん、まあ、こんなに大きいわけじゃないけどさ。あ、そうだねこれかなりの拡大だけど。あ、うん、なるほど。まあ、血管ってね、全部まっすぐにすると10万キロとか言いますもんね。ねえ、すごいよね。すごいっすね。あ、なんだっけ、腸内の、うんうん、絨毛、うん、だっけ、うん、あれを全部、あ、間違えました。腸だっけ、いや、何だっけ。それで絨毛、あ、絨毛を表面積にするとテニスコート1面分って言いますね。腸はまっすぐすると6メートルとか7メートルとかですよね。うんうんうん。ものすごく折りたたまれてますね。すごいよね。くね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 してるね。うん。
まあ、そんな中で便通を良くするっていうのもね、どっかで滞っちゃったらね、うん、すっぽん使いたいよね。すっぽん急に。あまあ、おまけの話でした。はい